どうもいつもお世話になっております。今回は共鳴返礼式4層のいろいろなギミック解放を解くか動画になります。一般的によく見かける解放を厳選しました。あとこの動画を視聴いただいていいなと思っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。今回ご紹介するギミックの目次です。作ってみたらボリュームが大きくなりすぎたので、その1で ED と光の暴走、その2で3から7と動画を分けます。1ED 外捨て。外捨ての最初の位置取りは、サズの感じです。ノックバックは、アム錬剣術を使用するのをおすすめします。また、フェイトを取っているタンクが、フレアの場合、ノックバックされ、ボスが外周へ行く場合もあったり、次のダイナモチャリオットを考えて、外周へ誘導する方もいますので、必ずしも中央固定とは限りません。では、ED 外捨てのアニメーションを見ていきましょう。予兆を決められた位置へ捨てに。アイシクルは南北なので、タンクフレアは北、ミラフレアは南でノックバックを受けます。もちろんエスナも忘れずに、無印 DPS は南側のニードルアンチにいましょう。フレアの人以外はアムレン剣術を使用しましょう。ニードルのアンチは赤枠のところを利用しています。エラプションは南か東西を利用し、3回捨てましょう。では、実際の動きを DPS 視点で、予兆の人は外周視点に行っています。この視点は無印 DPS なので、ニードルのアンチを確認しながら南にいます。ニードル終わってエラプションを捨てます。次にボスを動かす場合ですけど、ニードルが終わったら外周へ持っていくか、 MT がフレアの場合そのままノックバックで外周にいればボスが来てくれます。無印 DPS のエラプションも他の人に当てないようついていきましょう。では実際の動画です。今回はボスが動く場合の予兆 DPS 視点でいきます。予兆がついて D1 と D2 なので、 D2 の私は南東外周へ捨てます。戻ってアムレンしてアイシクル一発目の北側のニードルアンチにいます。次はボスが動く場合のエラプション DPS の動きです。他の人に当てないようにボスについていくだけです。次に DD 打ち捨てです。打ち捨ての最初の位置取りはサズの感じです。内周にニードルのアンチはないので注意してください。予兆の人はフレアタンクの位置で一緒にノックバックを受けるのをおすすめします。無印 DPS は3パターンくらい捨て方がありますので、それを確認しましょう。内側捨ててアイシクル一発目の南北のニードルアンチへ移動します。無印 DPS は今回は南のフレアギラと一緒に南へ位置取ります。内捨てニードルのアンチは赤枠のところだけになります。ノックバックを受けてニードルが発動したらエラプション組は移動開始します。フレアギラは巻き込まれないように注意して戻りましょう。では実際の動画で動きを見てみましょう。無印 DPS 以外の動きは外捨てとあまり変わらないので省略します。エラプションをフレアギラ側から捨てる動きです。一番安全ですが最も DPS ロスします。次にフレアタンク側で捨てる動きです。これはやったことがないのでアニメーションのみで失礼します。注意点は事前にちゃんと相談しないとヘビー組が巻き込まれてライク案件になります。最後にアイシクル3発目捨てです。ポイントはニードルアンチで待機し、中央のニードル AOE が見えたら移動開始します。では実際の動画で動きを見てみましょう。アイシクル3発目にノックバックを受けてしっかりアンチで待機し、ニードル AOE が見えたら移動開始しています。それではよくある失敗例です。これは中央のニードルばっかり気にしていて待機しているアンチで待っていないパターンです。自分には最初わからん殺しでした。
次は DD 対角捨てです。対角捨ての最初の位置取りはサズの感じです。内周のアンチは北東か北西になります。フレア以外の人は内周の北東アンチで網錬剣術を使用するのをおすすめします。無印 DPS は内周の南西アンチで待機しましょう。これもやったことがないのでアニメーションに見て失礼します。優先度により野鳥を対角に捨てます。フレアはアイシクル一発目に飛ばされるように、他の人はアムレン剣術を使用し、野鳥の人は内周北東、無印 DPS は内周南西で待機します。エラプションは南から西を使い捨てます。次は光の暴走です。各ロールの入る塔はサズの感じで DPS のに優先度があります。やり方としては大きくあやとり式と二類式の2通りあります。あやとりの解説です。鎖組が目指す形はサズのリボンのような形で、最初からリボンになっていればそのままでいいのですが、他に四角状になったり砂時計状になったりすることがあります。その場合サズのように交代をしてリボン状を目指します。交代する方法としては一箇所を固定して形状によって2名で交代するのが一番簡単だと思います。サズでは南西の DPS を固定し、四角ならタンクと DPS、 砂時計ならヒラと DPS で交代してリボン型にしています。弾の動きは線でつながった弾の方角でボスに近づき防御範囲を誘導します。その後自分から見て右斜め上に抜けていきます。ではアニメーションで見ていきましょう。鎖が四角ですね。南東が固定なのでタンクと南西 DPS で上下入れ替わりリボン状にします。弾誘導はしっかり自分の弾の方角でボスに向けて防御範囲を誘導します。4つの塔と防御範囲終わったら南北の塔へ鎖組が入ります。弾組は自分から見て右斜め前の方向へ向けて弾が来るまでストップしています。弾が来たらさらに外周へ向けて弾に当たりましょう。鎖組は2つの塔が終わったらボスへ行って他の人に当てないように防御を誘導しましょう。誘導組は弾が終わった近接は近づくのでそれに負けないよう中央のサークルに入ってしまうくらいでも大丈夫です。では実際に動画で確認しましょう。鎖がついてすぐ四角だと分かったのでそのままタンクと南西 DPS は入れ替わってます。しっかりリボンができて弾組は自分の弾の方角の中央で防御範囲を誘導するために近づいています。誘導したらそのまま斜め右前へ抜けて鎖組は南北の塔へ。鎖組は塔が終わったら中央へ寄り防御範囲を他の人に当てないように誘導します。最後にデバフ3の人が中央の塔に入りましょう。次は砂時計型からのあやとりです。南東固定の砂時計型なのでヒラと南西 DPS が入れ替わりリボン状にします。あとは一緒なので省略しますね。実際の動画で確認します。南西 DPS 視点の砂時計ですね。ヒラと位置を入れ替えてリボン状にします。リボン状にしたらあとは同じです。玉視点の動きも見てみましょう。自分の弾の方向へ移動ししっかりボスに寄ります。扇を誘導したら右斜め前へ向けて弾が近づくまで殴って、近づいてきたら離れて弾に当たりましょう。その際南北には扇範囲を誘導しているので当たらないように注意です。次は無論式です。塔に入るのは同じです。違うのは扇範囲を塔の人が誘導するということと弾の誘導が違います。はじめに塔の人は扇を誘導するため若干中央寄りにいましょう。弾の人は線でつながった弾から見て反対に抜けていきます。弾が中央に来るまで待ち2名用の塔へ。東西の人は時計回りで入り、そのまま外周の方で弾に当たります。2回目の扇誘導は鎖組が呪縛が切れた後東西側に誘導します。鎖組の仕事はあまりないので弾視点の動きだけ確認しましょう。下の弾がついたので南に抜けていきます。
無名用の塔へ入り、外周で弾に当たります。ご視聴ありがとうございました。次のギミックまとめ動画、その2では、3から7をやりますので、どうか合わせてご視聴ください。